ん、こんにちは。シンクと申します。やっと来ましたね、明日でございます。2022年の11月18日金曜日から11月27日の日曜日、10日間ですね、ゲオのブラックフライデーセールが始まります。いやー、待ってました。本日のね、17日にウェブの更新がありますよとのことだったので、せっかくだったらね、早速ノーバッと見ていこうかなと思います。よろしくお願いいたします。エンポさんね、私もちょろっと見に行ったんですけど、結構胸熱なものがたくさんありましたね。はい、ついでにね、同時開催中でございますね、レンタル DVD 特演セールが11月20日までされているそうです。最近 DVD とか借りないな。最近ね、サブスクでよく見るようになったからね。他にもね、イヤホン、テレビ、iPhone などなどもね、セール入ってるそうです。私は今回ゲームなんで、さらっとそちらの方までいっちゃいましょうかね。イヤホンが2980円。お、これちょっといいな。あの骨伝導ワイヤレスイヤホン、なんかしてるとさ、聞こえないからねこれいいよね。横に置いといたらもしかしたら聞こえるかもしれないヘッドホンつけてると聞こえないんだよね。あとこれ欲しいですね、やっぱりね。ワイヤレスイヤホンはいつかゲットしたいなと思いますね。で、4K テレビ、うち 4K テレビなんですけど、もう50インチの持ってる。ただ安くない？ 39,800円が安くなってきたのか。もう 8K とか出てますもんね。そうだよね、ねあ、これぐらいいいな。32型ぐらいの、これの HD の1万円ぐらいの、これいいな。弟とかテレビがねってこないだ言ってたからね。今はもうあるんですけどね。はい。で、その他、iPhone ですね。iPhone も私もそろそろ変えたいですね。なんならここに売ってる11とかに変えたいですからね。うん。未だに私10ですからね。あ、でも8も売ってますね。あるのかな ?10、そうなんですよ。10R なんですよね。10売ってないんだよね。だからカバーとかも売ってないんよ。ほんとそれね、嫌になっちゃう。Apple Watch も売ってますね。全品 10% オフだそうですよ。いや、いいですね。さてさて、こっからですよ、ゲームでございますよ。はい、ゲームソフトね、2本同時ごとに、合計のお会計から500円引きということで、500円以上の商品が対象となっております。見えてねえな、よいしょ、はい、500円以上の商品が対象となっておりますので、ご了承のほどますね。はい、今回はですね、500円以上で2本購入で500円引きで、もう一つがちょっとあるかな、先あるかな、あったね。はい、こちらね、480円以下の中古ソフトで全品100円となっております。ただこれは上の多分500円割引とは一緒に、ね、併用できないので、ご了承のほど、はい、ここだけのご理解よろしくお願いいたします。ということで、何がね、安くなってたかバーっていっぱいあったけど見ていきましょうね。よいしょ。まずはじめにね、スプラトゥーン3が来ましたね。スプラトゥーン2の方がね、やっと少し値下がりしてきたかなという感じでございますね。1480円、スーパーマリオメーカーが2980円ですね。はい、続いてブリリアントダイヤモンドですね。こちらが980円。できたら私ね、もう1個の方ね、欲しかったね。パールか、何パールだったっけ、あっちがね、お次安くなった時ちょっと買いたいなと思いますね。トライアングルストラテジーが2480円、ルーンファクトリー5かな、2480円、マリオオデッセイが2980円で、ダービースタリオこちらが2980円、ピクミンするデラックスが3480円、星のカービィスターアライズかな、スターアライズですね、3480円、桃太郎電鉄昭和平成令和も定番に3480円。ここら辺はまあまあ、桃鉄はね、なかなかちょっと下がらないイメージですからね。お、新しいゲームですね、ネジモンサバイブ、こちら3480円、今回対象になってますね。80円です。で、マリオパーティースーパースターズがね、4480円。まあ、パーティーゲームやっぱなかなか落ちてこないですね。強いですね。続いて、大乱闘スマッシュブラザーズスペシャル。こちらが4480円。E ベースボールパワフルプロ野球の2022年、こちらもね、この間出たばっかりですね。4980円と少しね、お下がりされているそうです。気になるのありましたか？私、個人的にはまあまあ、デジモンサバイブと、あ、こうやっぱ欲しいね、桃鉄ね、みんなでちょっと遊びたいなはありますね。
とね、うちの母親がねダビスタ好きだったんで、ね、ちょっとあのやってみたい気はするんですよね。あとはなんだろう、余裕があったらプレゼントしたいね。どうぞみたいな感じでね。さあ続いてプレイステーション4でございます。ファイナルファンタジーの7リメイクですね。こちらが1480円、少しずつね値段下がってきましたね。続いてストレンジャーオブパラダイス、ん？ストレンジャーオブパラダイスファイナルファンタジーオリジン1980円。長えな、これ何の話だろう。ストレンジャーオブパラダイス、これ知らないかも、私ちょっと初めて見たかもしれない。こういう話なんだよみたいなね、ざっくりちょっと調べときますね。面白くない。続いてセキロシャドウズダイトワイス2980円。エルデンリングの通常版が3480円。セキロ難しいし、エルデンリングも難しいんだよな。続いて、ロスジャッジメント裁かれざる記憶3480円。ホライゾンフォートビドゥーンウェイト違う、ホライゾンフォービドゥーンウェストやら合ってる、ホライゾンフォービドゥーン、かめ言えないわ、3980円でございます。ホライゾンは知ってるんだけど、この下のこっちが全然読めない、こっちが読めない。とまあこんな感じでね下がっております。はーい。でね、本体もね少し値下がりしているそうですね。これが1ティラーの方ですね。はい。がね、約約3万円でご購入できるそうです。ゲーミングモニターもね、売ってますね。いいですね。さてさて、私は今回こっちにね、いろいろ買いたいなと思ってるんですけども、ね、480円以下中古ゲームソフトの、周辺機器、これね、ゲームソフトと周辺機器もね、100円になるそうなので、いいかなと思っております。さあ、まずはじめにスイッチ来てますね、スイッチ。遊戯王ラッシュデュエル最強バトル、遊戯王ラッシュデュエル最強バトルロワイヤル、こちらがね100円になっているそうです。これちょっと行きたいというか買いたいですね。買えるんだったらでもね、一度聞いていてこれあったかな、記憶ないんだよな。続いてモンスターハンターワールド、こちらもね100円になっているそうです。続いてファイナルファンタジー15、こちらも100円となっております。でペルソナ5が100円、おペルソナ5もなんだ、ほうほうほう。続いて、グランツーリスモ、こちら、グランツーリスモスポーツ、こちら100円。ディスティニーコンプリートコレクション、こちら100円となっています。ということで前よりねやっぱり増えましたね、この4本が増えてきましたね。いいですね、まあ、個人的にはやっぱスイッチがね欲しいなというところではありますけどね、持ってないですしね。はい。なので、まあ、この辺も見てゲットできたらいいなと思っております。はい、ということでいかがだったでしょうか。ゲオのブラックフライデーセール、11月18日金曜日から11月27日日曜日までの10日間ですね。結構なんで、ね、スパンがあるので、まあ、今回はねバーって初日とか2日目とか土日挟むんで、それが超えてからもう1回土日が来るので、平日中日ぐらいに補充があったらいいなみたいな感じで私は思っております。だからね見に行ける範囲でまたねもう1回か2回ぐらい私も来週あたりね見に行きたいなとは思っておりますね。こちらの動画良かったなと思いましたら、ぜひともねチャンネル登録並び高評価、いつもはゲームの実況生放送を行っておりますので、ぜひぜひそちらも見に来ていただければなと思います。ゲオセールのね購入品の動画もね必ず、買ってきましたらあげる予定でございますので、見逃さないためにもよければベルマークなども押していただけると大変嬉しいございます。ではではまた次回の動画か生放送でお会いいたしましょう。またね、バイバイ。